新と YouTube 営業一課杉浦です。今日は陶器瓦の原料となる粘土の採掘場にお邪魔しております。すごく広いところで、ちょっと一回一周してみましょう。ぐるっとね。はい、はい、非常に広い敷地となっております。はい、ユンボも小さく見えてしまうぐらい広大な敷地になっております。はいね、はい、ぐるっとぐるっと、はい、もう地下水が湧き出てですね、まさしく採掘場という状況となっております。はい、はい、こちらの採掘場なんですが、いわゆる三河土と言われる粘土となっております。この三河土の、成り立ちなんですが、もともと実はここ湖の底だったんですね。東海湖と言われる名古屋市を中心とした湖、大きな湖の一部になっております。で、例えば、他に山土、あと水肥粘土含まれておりますが、山種瓦の中に、例えばその瀬戸の粘土も実は同じエリア、同じ、エリアから採掘されております。実際ここの三河土と言われる粘土がおおよそ11500年前の地層となっております。なので昔は、湖の底でしたので、例えばこういった不純物となってしまう木もこの層から出ておりますので、11500年前の木ということになります。はい、で、実際ここの粘土を使って山種瓦作られております。で、ここの粘土を配合する工場に掘り出したものを持って行って寝かせて配合して、私ども新陶にお持ち込みいただいて山種瓦の原料の粘土となっております。
今掘りたての粘土をちょっと触ってみます。非常にしっとりしておりまして、本当にあの学校時代、小学校時代あの粘土遊びしたような粘土と同じ感触ですね、はい、でこんな風に割ってみますと、ちゃんと中からね、いろんな粘土っぽい成分が出てます。で色もこういった青っぽいのもあれば、こういったね、黄土色っぽいのもございますので、こんな風にしっかり粘土層になっております。こういった粘土を使って山椒瓦作られます。うん。